チェニアでーす。ってことで、新しい試練進化キャラクターハトホルとアヌビスの最適性共通シバドラ周回編成紹介していこうと思います。今回のね、ハトホルとアヌビスはシバドラの共通編成で試練進化することが可能でございます。パパッとね、これクリアしちゃうといいと思います。そしてですね、今回、ハトホル既存のキャラクターとかアヌビスの武器とかがね、微妙に強いので、これ本当に試練進化するべきなのか、何体残しがいいのかっていう話をねしながら最強編成の方を紹介していこうと思います。もしよかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。特に高評価ね、押してくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いいたします。今回も皆様が組みやすくて、そして勝ちやすい編成ね、紹介していこうと思います。ぜひ高評価だけでもしてくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いします。はい、ということで、まずハトホル、アヌビス性能思い出してもらいましょう。まず試練進化ハトホルですね、こちら4ターンの消せない覚醒無効全回復と、受けるダメージ半減と、上限20億解放全員ですね。はい、これ上限減少も上書きできて、で4ターンで消せない覚醒無効回復で早いんですよね。で、捨ても高くて、攻撃 HP がね、1万5000あって、はい。で、回復力1000ですか？結構高いですよね。で、覚醒も、スキブ4つ、回復 L 字で、スキブ7にもできて、L 字持ってるんで、アシスト無効、回復潜在もつけれるということで、全然使う可能性あるキャラクターですよね。はい。で、リーダースキルは、全パラ5倍です。全パラ5倍ですよ。で、6色、5色か。5色で8倍の500万ダメージということで、リーダーでも結構ありな性能してますね。はい。どっちかというとサブだと思います。これはね、もっと入れそうはないですね。いきなり使うかもしれないので、ぜひともね、作っといてほしいなと思っております。はい。で、ハトホルはね、後でこれ既存が強いので、既存の話もしますね。はい。で、アヌビスの方です。これはね、300億上限解放を持っております。それが強みのキャラクターですね。第3属性まであります。100億上限解放です。で、闇と強化ドロップ少し落ちやすくして、ロック解除して闇変換ですね。これも強いですね。ぜひとも作ってほしいと思ってます。樹脂はここに陰の加護持ってます。たこ焼きも持ってます。闇パーティーで使いたいかなという感じですね。最近だとアクセラレーターとかがね、強いですから、これはやはり使いたいかなというキャラクターではあります。ただ、さっきのハトホロと比べるとね、明確な用途がない、役割がないんですよね。これは上限解放だけですから、さっきは消せない覚醒無効っていうね、役割あったんですけど、アヌビスは上限解放しかないということで、ちょっとね、そんなに使い道は見えないかなってところはありますね。ただリーダースキルが強くて、10コンボで 78% 軽減、1000万ダメージで、10コンボ以上で上限上昇、攻撃力上昇、最大50倍、倍率高いんですね。はい。一応これはですね、最高ナイトダンジョンいける性能はしております。はい。またね、編成投稿するかもしれませんけど、リーダーとしてはね、かなりありかなという感じになっております。どちらもね、作る方は作ってほしいですね。で、その作る時のお話なんですけど、元々のね、超転生の方を何体残しするかって話をしたいと思います。で、まずハトホルはですね、大事なことがありまして、まだ武器出てませんので、少なくとも武器が来る可能性あるということで、1体はね、残しておいた方がいいと思います。その上で、この本体のハトホルなんですけど、これがね、スキルベー6でマックスで、8ターンのスキルで、消せない覚醒無効と HP 全回復 10% グラビティですね。たまにコロシアムとかで使ってるキャラクターでございます。10% グラビティ、HP 回復、さらに覚醒無効か消せないを回復するみたいなことやってるんで、これはね、1は取っといてほしいかな、本体。で、はい、なので、武器を、部分取っとくかどうかは置いといてでもね、いいんで、1か2体残した上でね、試練進化してほしいかなというふうに思っております。はい、このスキルがね、10%グラビティが優秀です。特に、コロシアムとかね、で優秀でございますので、周回とかで取っといてほしいなと思ってます。はい、で、アヌビスです。で、アヌビスね、本体に関しては、使いません。だってこれ、猛反撃だし、別に使うとこないよねって感じなんですよね。リーダースキルは一応、8コンボで上昇最大10倍、スキル使用時、回復力と、攻撃力が4倍、HP 4.7 倍ですけど、これは試練進化のリーダースキルの方が強いんで、はい、本体に関してはいいです。で、武器ですね、こちら、泥強 L 字チーム HP スキブと5コンボ加算3ターン属性吸収でございます。これはね、もしかしたら使う可能性ありますね、3ターン属性吸収で、かなり容易な武器として、第4はいくらでもあるんだけど、簡易武器として紹介するときにアヌビス武器を紹介する可能性は全然あるのかなと思います。できればね、アヌビス武器で持っといてほしいですけど、これはね、ハトホルほど大きな余裕もないので、試練進化しちゃっていいかなと思います。できれば1残ししながらね、武器で1残しながら試練進化するのがいいかなという感じになっております。はい。ということで、これでですね、既存の強化と、性能ですね、説明して、で、
ハトホルたちね、この辺の試練進化作るべきかどうかってお話をしました。まあ作るべきでございます。はい、それでは続いて周回編成の方を紹介していこうと思います。見てください、どうぞ。さあということでやっていこうと思います。まずはアヌビスでございます。で今回共通編成なんで後で使ってるんですけど、アヌビスでは全く不要でございます。スキブ2個あれば OK ですね。でハートホールの方も正直アトリはなくてもいい、楽にするために使ってるだけなんで、まあ、そこまでアトリ気にしなくて大丈夫でございます。はい、ということで1階層ですね。ここはシバドラ進化させてズラシで殴ってあげてください。で2階層でございます。はい、2階層も同じくですね、シバドラを進化してあげてズラシで倒してあげてください。はい、行きます。シバドラを撃ちます。進化させてズラしますと。はい、いいですね。で突破していきましょう。はいと、 OK でございます。突破です。続いてでございます。続いては3階層ですね。3階層も同じくですね、シバドラ撃つんですけど、ここはですね進化後のシバドラを撃ってください。で盤面ロックされてるんですけど、ルーレットありますので、上にあるヒドロップとか、あとですねルーレットを使って場合によってはね、で殴ってあげてください。はい、で突破していきましょう。はいと、いいですね。でこれね根性持ってるんで1で止まります HP ね。そしたらシバドラ進化させて盤面のロック解除して、全部ねロック綺麗にして倒していきましょう。はいと、よし。で突破していきます。はい、 OK です。で続いてですね4階層でございます。4階層ここはですね無効貫通貼ってきますので、アヌビス打ってあげて、でシバドラ進化後のやつね打ってあげて、で倒してください。アトリはねなんとなく変身してますけど、別にする必要はございません。はい、さあということで倒していきましょう。これで突破していきます。ちなみにアトリのねリダチェンスキルはこのダンジョン封印されてるので、リダチェン発動しません。さあ続いて5階層でございます。はい、5階層ですね、同じくシバドラ打ってズラシで殴っていきましょう。はいと、さあシバドラ打ちます、ズラします。はい、突破していきましょう。よしと、いいですね。ということで続いてでございます。はい、さあボスですね、試練進化、試練パズルでございます。はい、まず闇を6個消せということなんで、アヌビス早速打っていきましょう。で闇作ってくれるんで闇6個消して、これで突破していきます。アヌビスはね結構アヌビスを積極的に使っていきます。これ2ターンのスキルですからね。続いて第2の試練、これ盤面25個消せですね。これもシバドラ打っちゃっていいです。で盤面ねなるべくたくさん消してあげてください。はい、ということでいいですね。残り3つなんで27個消せてます、盤面。はい、残り5個まで OK なんでね、まあ、基本的にシバドラ打って上の場面組んであげれば25個なるはずです。はい、突破していきます。続いて第3の試練ですね。ここは10コンボします。シバドラ打って適当にコンボつなげてあげればね10コンボなることでしょう。はい、 OK でございます。で突破していきましょう。さあ落ち込みが乗りまくって20コンボいきそうですね。はい、さあ削っていきます。続いての試練でございます。はい、続いて第4の試練は闇を10個消しますということで、アヌビスを撃ちます。で足りないときはですね闇温存で待ってあげてください。はい、まあ、こんな感じですね。闇を組まないようにして、はいと、 OK です。それで待ちましょう。よし、さあということで OK でございます。10個溜まりましたね。はい、5、6番目だったら左と右に一辺ですね、はい、つなげてあげるとちょうど10個でございます。はい、これで10個消して、さあ最後の試練でございます。最後12コンボ以上ということでね、もうシバドラ打って、であとははい、つなげて消してあげれば、つなげて消すじゃなくて、はい、分割してあげれば OK でございます。はい、ということで枝豆発動して、で盤面で12コンボ組めました。はい、ということでこれで倒しておしまいでございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りこんな感じになっております。はい、続いて内容解説行く前にですね、ハトホル行こうと思います。さあ続いてはハトホルやっていこうと思います。さっき言った通りですね、アトリ楽するために使ってますけど、別に水キーキャラだったら何でも OK ですね。水キーキャラに、まあ、六色人とかね継承してるとなおよしって感じでございます。はい、ということでまず1回層なんですけど、先ほど同様シバドラ進化させてズラシで殴っていきましょう。はい、シバドラ進化ズラします。これで倒していきましょう。はい、OK、突破していきます。続いてでございます。続いては2階層ですね。2階層も同じくシバドラを進化させまして、ズラシで倒していきましょう。はいと、さあいきます。シバドラを進化ズラシと、はい、 OK です。突破していきましょう。よしと、はい、
続いて3階層でございます。で3階層ですね、ここで芝虎進化号を打ってあげてください。で蝶つなげ先生ですね、場面のロックで邪魔されると思うんですけど、場合によってはルーレットを使ってあげて、で蝶つなげして倒していきましょう。はい、ということで、ちょっと場面が良くなかったですけど、はい、これでいいですね。蝶つなげになってます。あとは火を待って、はい OK です。手離してね。これでまずは根性まで削っていきましょう。はい、 HP1 残ります。固定ダメージないので、はい。で次は簡単ですね。芝ドラ進化させて盤面のロックを全て処理して突破していきます。はい、とよし、いいですね。突破していきましょう。ということで、さあ続いてでございます。4階層ですね。4階層ここも同じく、はい、芝ドラ打って、で無効貫通してるんで、無効貫通スキルね、ミネルヴァ打ってあげてください。で無効貫通スキルで倒してあげてください。はい、とさあ、でアトリはね変身しておきましょう。はい、とよし、アトリのリダチンスキルは発動しません。そういうダンジョンです。はい、リダチンが発動しないダンジョンでございます。はい、ということで突破いたしまして、さあ続いては5階層でございます。はい、5階層ですね。ここコンボ吸収階層です。まあ全然問題ないですね。はい、シバドラ打ってあげて、適当に盤面組んであげて殴っていきましょう。はい、こうなんでいいですね。はい、余裕でコンボ数超えております。蝶つなげだけで超えてますね。はい、で突破していきますと、あ、根性残りますのでもう一回殴りますけどね。はい、さあシバドラ打ってしっかりコンボ組んで、はい、いいですね。盤面3コンボ組めてますね。はい、ということでこれで突破していきましょう。さあ、あとは試練でございます。試練はですね、簡単です。はい、まずは十字だったかな。で十字ハートホル持ってますので、水か光の五下し十字組んであげてください。今回は光もね闇もどっちも十字いけますね。はい、どっちでもいいんで十字一個組んであげてください。これで OK と。はい、なかったらね盤面待ってください。はい、2ターン目ですね。2ターン目盤面25個消せでございます。これね、あ、もう普通にシバドラ打ってあげていいので盤面消してあげてください。これは26個消してますね。はい、さあ、まあ、基本的にもシバドラ打って盤面上消してあげれば OK です。はい、ということで突破いたしまして、続いて3回目ですね。はい、3回目ここ光8個消せということで、盤面8個ちょうどありましたので殴っております。まあ、なかった場合はですね、あの盤面光温存で待ってあげてください。はい、ということでクリアしまして、続いてでございます。第4の試練ですね。9コンボ以上、これはもうシバドラ打って盤面組んであげればね9コンボいけますね。はい、ということでしっかり盤面組んで9コンボ超えました。はい、14コンボですね。余裕でございます。はい、オッケーと。よし、でラストですかね。最後ガドブレを発動しろと言ってきます。ここはアトリ打ちましょう。で6色陣をしっかり組んでガドブレを発動させましょうというわけでございます。はい、といいですね。しっかりガドブレ発動させました。だから水木のキャラクターが必要で、かつまあ6色陣があるといいよねというお話だったわけでございます。まあ、これだけなんでね、アトリの役割マジで誰でもいいです。はい、ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りこんな感じになっております。はい、続いて代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、指定リーダーにミネルヴァ、アトリにプルトス、シバドラにエリちゃん、シバドラにサフィーラ、シバドラにアレキサンダーです。ミネルヴァスキレベ最大で、他スキレベ1で OK です。必要スキブ17、バッチスキブにしてます。武器の役割と代用候補なんだけど、枝豆全体で4つで、各色ドロキョウと自動回復が必要です。ミネルヴァはスキブと無効貫通で、無効貫通スキルだったら何でも OK ですね。そしてプルトス、こちらスキブ役割です。スキブ武器だったら何でも OK です。でエリちゃん、これ自動回復役割ですね。回復量を注意して自動回復で OK です。フーとかリンリンの手配書、トドロキ、水着ラクシュミ、ジャージ、正月ジャンヌとかで OK です。そしてサフィーラ、こちらスキブ2個枝豆役割ですね。スキブコンボ数注意してスキブで OK です。バルディターンとか埼玉、武田、上杉、伊達、豊臣、織田、初音ミク、ビアードンとかで OK でございます。そしてアレキサンダー、こちらスキブ2個のチーム HP、 拡張ドロキョウ役割ですね。ドロキョウで OK でございます。ハイウィンドとかアムロ、スターリング、式
神系桜ミクとかで OK ですね。そして本体代表のための役割、これアトリですね。スキブ2個と6色陣が役割です。アヌビスでは不要ですね。スキブ2個あれば OK です。でハートホールでは楽にするために使ってます。なくても OK ですね。水木のキャラクターでガドブレできる陣を継承とかで OK です。最悪ね、別に盤面は自分で引けばいいので陣もつけなくても大丈夫でございます。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンの方よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。